どうも、エルカギのエルウダです。どうも、デナリアンです。ということでね、カズの息子が大晦日雷神デビューというの知ってました？あ、なんかニュースだったの。三浦カズっていうのがあって、キングカズ。はい。もう、すごいのが、もう親の七光でも使えるものは使って這い上がるって言ってたっていう。すごいですね。まあ、かっこいいですけど。いや、いいと思います。いきなり大悟が来たみたいな感じ。もう最後、竹下登る使うぞ。いいんだよ、あれ。30歳でバンドが思ったほどブレイクしなくて、で、俺は中身だけどね、サンデージャポンで、なんで急に言い出したの、竹下登の、キスにだって言い出したのって言ったら、なりふり構ってられないんだよっていう、第5が出なかったんです、その時。出されてなかったっていうね、あったんだけど、まあ、先週ですかね、幸福の科学の岡里央さんの息子さんで、そこも脱会して、自分の YouTube で、はい、まあ、ちょっとこう、だいぶ話題になってる、バズってる、ヒロシさん。はい、を、ゲストに呼んでライブをやりまして、はい、まあ、一応最強宗教2世っていう僕がキャッチコピーをつけて、うん、これ大丈夫ですかって送ったら、うん、もう大丈夫です、好きなようにいじり倒してくださいって、もうだいぶ腹が据わってる方なんですけど、はいはいはい、で、ひろしさんとライブを実は、まあ、その2年前に地下ライブ地下クイズ王っていうね、うん、ライブに僕たちが出て、バズーカで地下クイズ王っていう番組があって、まあ、それがまあ過激ですよ、バズーカでやるにはっていうか、まあ、スカパ、まあ、バズーカしかできないよねっていう。しかもバズーカもあれなんでできたかっていうと、地下クイズをやりたい人たちが自分たちで出資したっていうね、持ち込みとスポンサー、自分がスポンサーみたいな、出てる人がまさかのスポンサーってないよな、うん、そで、その中で、まあ、いろんなこう、このアパートは何殺人事件のアパートでしょうみたいなのを早押しでみんなが答えるみたいな、もう蒸気を逸した番組が。そうだね。で、その中で、ま、俺びっくりしたの、駐車場の写真だけ見せて、うん、何の事件ありましたって言ったら、安倍沙汰事件で。はいはいはい。なんだこれはって言って、クイズでしたよ。で、その番組の何、まあ何回やってるのかな、うん、そのうちの1回は千鳥さんとかも出てて、うん、で、なんかイントロクイズみたいので、うん、北朝鮮をすごい揶揄した、もう、歌みたいなのが流れて、それ実はバナナマンさんが昔出してた CD で、で、千鳥さんが、バナナマンさんってこんな攻めてたんや、とか、ね、今じゃもうね、うん、もう優しい。いうのがあって。アンビリバボのメインキャスト。そうそうそう。で、2年前ぐらいにヒロシさんと出会って、まあ、打ち上げとかもご一緒して、はい、その時に、まあ、ライブかなんか、YouTube かなんか、いつか一緒にやりましょう、みたいな。そうですよね。話をしていて、で、当時ヒロシさんはシークレットゲストだったんですよね。はい。シークレットゲストで、なんでかっていうと、まあ、警察とかに通報されちゃって、中のライブができなくなるかもしれないみたいな、まだちょっとこう YouTube がね、ちょっと過激ね、やりだしたぐらいの時だったのかな、うん、で、最後に名前が出なかった。で、今回、まあ、そこから2年時を経て、うん、まあ、当時僕はライブか YouTube でやりたいなって話を、当時僕らも事務所いましたから、マネージャーに言ったら、マネージャーが、いやーって言ったんで、そうそうそう、できなくなっちゃった、ね。それはさすがに、僕も迷惑かけられないってことで、はい、まあ、それとは関係なくね、今年僕らも卒業ということで、まあ前から口約束していたヒロシさんに来てもらった。で、ヒロシさんの YouTube はすごいもう喋りも達者だし面白いし、ね、当然バズっているから、うん、で、まあ、で、そのライブの時も、僕結構その、もともとちょっと宗教ウォッチャーなとこあるんで、結構ちょっと絡みでこう盛り上がったかなと思っていたんだけど、はい、まあ、先週やったライブ、確かにこれ面白かったという声かなりいただいてるんですが、はい、ちょっとね、僕の想定よりはね、難しかったなと。まあそうですね。で、なぜかっていうと、多分、やっぱこう、どこまでやっていいのかっていうのがね、ちょっと、まだ僕自身もそんなに分かんないかな、みたいな。ああ、もしかしてあれですか、うん、ちらつきました。いやいや、ちらつかないんだけど。ちらつきました、何かが。ちらつかないんだけど、はい、まあ要は、何をやったかっていうと、まあ、ヒロシさんがちょっと前に出した、幸福の科学との決別という本があって、はい、で、その反論本を、トレンディ俳優みたいな人ですよね。坂上忍ですか？いいですよ。役者さんですから。役者兼映画監督ですから。で、いやだって後ろもかっこいいでしょ、これ。ね。いやもう完全に。で、それをまあ、教団側がまあ反論本も出していて、これ裁判沙汰になってます。はい、で、その。広島問題ってから。そうそう。で、その教団の、霊言集で僕持ってるのがキムタクの俺の霊言マジで出すのっていうやつを持っていますっていうのを、はい、まあ、この本も出した上で、はい、ちょっといろいろお話を、まあ、もちろんできる範囲で。でも俺の霊言マジで出すのって書いてあるじゃないですか、うんうん、ちゃんと一回許可は取ってんの素晴らしい、ね、そう、ここで取ってますから、ちょっと取って出してもいいっていうのあったってことですか。いいんだけど、ね、まあそのだからどこまでよね、こう、うん、なんだろうな、こう笑いじゃないけどしていいのかっていうのがちょっと難しかったなっていうのは正直な感想、まあ、ただすごい面白かったんで、これ概要欄に貼っとくんで興味ある方は見てほしいんですけど、でこれがね、やっぱりその吉田豪さんとかがよく宗教と人の死はもう笑いにしない、ネタにしないっていうのが、うん、吉田豪さんルールの中で入ってるあったりとか、うん、だからそういうのは、まあ、あるんだろうなと。
だからもう破るしかないね、もう俺らが残っていくのそれ全部破っていくっていうことで裏を返すわけです、俺はそこだけ残したぞと吉田豪さん言ってるんだけど、そうするとね、あの YouTube でジャイア苦戦気味の今の鳥肌みのるみたいになってくる可能性もありますから鳥肌みのるさんね、大変だよ、大変なんだけど、でこれはね、そのなんでその宗教2世っていうのが、僕の中でこうちょっと、やりたいと思ったかっていうと、ちょっと前にロフトさんの方でやっていた宗教2世のライブっていうのを僕はちょっと普通に購入してみて、まあ、それすっげえ面白かったのよ、でそれは宗教2世と、機能不全家庭、植え付けられた価値観から逃げたいっていう、まあ、割とちょっと固めのタイトル で実際なんかでやっていたのも本当にそういう話をみんなであるあるでしていく、この人はどこどこの2世、どこどこの2世みたいなのを最初に説明していって、で名刺がすぐ分かりやすいっていう、そうそうそう、で結構きついんですよみたいなことをみんなで喋っていって、でコメントしてる人たちもなんぞそういうのってなかなか表で言いづらいじゃないですか、まあ、人に言えなかったりするんで、あこういうのを共有できるんだって言って、みんな結構多分感動して嬉しがっている人がまあ多かった、そのこう見てる無理やり植え付けられて、その宗教がどうとかじゃなくて、家の中でそういう、例えば友達の家に家族総出で勧誘に行くみたいなのがあって、そうするとなかった、俺の家も来たけどね、いや勧誘はね、いやでも学校の前にはすごいいたよ、そうでそのクッキーくれんだよ、ああだからそれって下手なんだよ焼くの、はいはい、でそのね、その何がきついかというと、家族で例えば友達の家にピンポンするわけですよ、でそこに同級生の小学生の子が後ろで立ってるんですよ、スーツかなんか着て、ってなるとそこをで、あでも親同士で喋ってるわけですよ、時にそこが気まずくなっちゃうみたいなあるあるがあるわけよ、ああ、はいはい、だから次の日からちょっと変になるみたいな、なるほどね、っていう話しづらくなる、そうそうそうっていうような話とかもあって、クッキーの中に毛が入ってたって噂すごい入ってる、あそうですか、もらわないっていうのが俺らの中の鉄則で小学校の時、はいはい、分かりやすく噂だと思うけどねいやだから夜爪切ると鬼が出るみたいな感じで、もらわない、人から物もらうこと自体ダメじゃん、はいはい、だからうまく毛が入ってるっていうのでみんなもらわなかったから、はいはいはい、うまくみんなガードしたの、あなるほどね、そうそうそう、まあ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 そういうのもあると思うんだけど、でそのなんかこう笑いにできないっていう、笑いにじゃない、そのロフトでやってるのは笑いじゃないんで、こう固くやるっていうのもそれはそれでさ、面白いっていろいろ価値があるんだ、面白でもそれ面白かったんだよ俺、その面白いって言いづらいけどね、興味深いにも面白いって意味が込められていて、で笑いできないんだなと思っていて、いろいろ調べていたらロフトさんで、その前にも昔やってた3年前かな、やっていたやつのタイトル見てちょっと驚愕したんだけど、宗教2世だよ全員集合、信仰のある人もない人もみんな集まるっていう完全に最初ふざけてスタートして、だけどコンプライアンスがね、内容は一緒だったっていう、ロフトに押し寄せてるっていうね、宗教2世だよ全員、次行ってみよう言ってる場合かっていうね、次行けないんだよ、次行けないから今争ってる、もしもこんな家に生まれたら本当の雷様に怒られるみたいなね、じゃあちょっとこれがね見つけた時にちょっとびっくりしたっていうのは、ありました。ちょっとこれ普通に言うと、あの君はコビトプロレスを見たかって本この前読んでて、まあ、ミゼットプロレスコビト賞の人のプロレスのやつ で当時あの8時だよ全員集合とか、ひょうきん族とかにも ミゼットプロレスの人出たのかな、なんかわかんないけど、で全日本女子プロレスが作ったポスターすごいんだけど、あのそこにミゼットレスラーの下に、あのテロップ出てて、あのリングの表記もの全員集合ってあの全部使って表記の、そうそう裏かぶりで全部使って、全部使ってな、ちょっとあの手段を選ばず集客していた時代っていうかね、かそういう人はだから AV 界にああいう似たような名前のたくさんできるんだろうな、確かにその発想が AV のAV コンプライアンス緩そうだもんね、でもあれはなくなったのかな、なんかまっちゃんがさ昔さ、なんか AV コーナー行ったらさのれん分けて、そしたら俺の写真があって吹き出しでこれおすすめやでって書いてんの、俺言ってへんわみたいな、あでもそれはね、ケンコバさんも同じような話したから自分のやつであるっていうから多分代替わりしてるだけ、でも何年か前か、もう今、いや俺も何年か前、だからもうなさそうな気ですね今ね、いやなんかどうだろうね、アイコラですらさもうワンナス裁判になってなるぐらいだから、事務所が見つけたクレームに、そんな気にする人やんないだろう、ちゃんと見てみよ、写真全部フリー芸人になっちゃうこいつ大丈夫だろあれなんで西野さんだそうそうやめた、西野さんのおすすめのあんま見たくねえけどないやいやね、僕のプペルマだったとかいう
ね、煙突町だ、うん、煙突町、俺の煙突町、俺の煙突町、うん、ね、まあそういう煙突町の抜けるとか、ああいいかもしれないですね、煙突町の抜ける、はいはいはい、でもこれ本人の前でね、ちゃんとライブで言ってもね、やめてくださいよってね、はい、あの敬語でちゃんと距離を感じるっていう、ね、いやこっち後輩なんで大丈夫ですと思ったけどリアクションは取っていただける、本当に裏でもちゃんとリアクション取っていただけるね、本当に、もうね会えることはないと思いますけど、うん、西野さんに、なるほど俺今度またあれを朝やん水道橋博士の朝やん復活するわ、ああそうですか、なんか博士の本がまた出るみたいで、はいはいはい、読書会みたいな、まだ読んでないんだけど、なんか読んで多分面白かったですみたいなの言いに行かないといけない、やめろよそれはそうです面白いっていうものを確認しに行くんだから、うん、どこが良かったですかって多分台本にあると思う、やめろよここやめろお前ね、お前あれだろ、ただ付箋だけ貼ってる行くんじゃねえだろうな、お前あの読んだふりしてね、読んだふりして、そうそうそう、ここだけ押さえていいだろう、うん、できてない速読していこうかなね、まあちょっとそこら辺の告知も、貼っておきますので、ぜひ、チェックしてみてください。誰行くんだ誰行くんだまあでも結構ね、すごいゲストも来るみたいなんで、あ、そうなんですか、はい、皆さん楽しみにしてお願いいたします、はい、といったところで、またお聞きなさってください。